町明で、旧日本橋区にあたる日本橋地域内である。現行行政地名は、日本橋浜町1丁目から3丁目。郵便番号103-0007。日本橋地域内で一番の人口を誇る。明治座や浜町公園が存在し、観光客や地元周辺の人たちが多く訪れる、町である。かつては、個人商店のみで、食料品の買い物に不便であったが、 当地を含む周辺エリアの住民の増加に伴い、出展が進み、2000年代に日本橋浜町 F タワーの再開発事業を皮切りに、利便性が向上したエリアである。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は、日本橋浜町である。日本橋地域の東側に位置し、江東区との区境にあたる。かつての浜町川を埋め立てた浜町緑道をまたいで、 日本橋人形町と接する。旧日本橋浜町の町域に、かつての日本橋旧省庁の一部を吸収し、現在の日本橋浜町の形になった。江戸時代は広大な武家屋敷が存在した。浜町川が流れていた。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。